お疲れちゃんです。ラットです。ということで、今回はね、クラッシュロイヤルやっていくんですけど、なんとですね、皆さん。今ね、おい、セブン。え？待って、7に好かれてるって前もやったんですけど、これ別の動画です。はい。今ね、グローバル7位というわけで、こっからね、来ましたよ。これね、これ、またかって感じなんですけど、あと、2勝すれば、世界1位なんですよ、マジで。上と14と22、36から離れてるんで、まあ、36ぐらいなら、まあ、20、20とかもらって、こう、グロイチいけるかなって感じなんで、いっちゃいたいと思います。よいしょ。宝箱ね、ちょっと気持ちね。気持ち開けとくよ、気持ち。ですね、デッキはですね、最近ね、結構もう、こればっかやんけって感じなんですけど、まあね、最近2本上げてますんで、まあ、1本は結構マルチ動画が多かったり、まあ、2日に1回マルチ動画で、まあ、あとグラジェルとかやってるんですけど、ちょっとね、この、マルチはね、今ずっとウォールブレイカーでやってますので、ちょっとね、頑張りたいと思いますね。で、この動画上がってる、まあ、多分前日かな、に、ウォールブレイカーの、このデッキで、クロスボウとの試合があったんですよね。で、僕クロスボウに対して、今まで、いい戦いはできたんですけど、こう、勝ち切ることができなかったんですね。なんかもう、いつかこう、クロスとか、施設いっぱい立てられてて、ボコボコにされてたんですけど、マジね、神みたいな試合がね、ちょっと昨日のね、1試合目だと思うんでね、ぜひ上がってるんでね、もしね、そちらだけでもね、チェックしてもらえるとありがたいかなと思います。で、マッチング長いんでね、最近の出来事を話したいんですけど、まあでも言うと話すこともないんですよね。スーパーセルオフィスさん、オフィスさんっていうのはあれだな、まあ、場所なんで、そのスーパーセルオフィスに、こう、遊びに行かせていただいたというか、こうね、いろいろミーティングとかしに行かせていただいたんですけど、その際ね、ローリングウッドの、ぬいぐるみ着ぐるみマッチングしたわ。オキサレートプロス、これ。ローリングウッドの、多分ね、スパセルショップでこう調べたら出るんですけど、ローリングウッドのね、ぬいぐるみみたいなのもらってね、ただただ気分がいいでございます。はい、そんだけ。まんじ、よし。勝つよ。これね、多分遅延すけど。ナイトアイスイズベビー。ウェイ。いや、イージーだな、これ。なんですけど、本当はここでウォールブレイカーとかがないと、僕としてはおつらみんご。みんごなんですけど、いや、ここね、相手待つのはね、ちょっとね、嬉しくないですよね。まあ、キッズバルキリーして逆サイベビスケラ来たらボムタワーと、おうおうおう、どうせ行くの欲しいな。これね、僕の中では勝率7割ぐらいあるですね。真面目に。ベビー使ったので、このマジでちょっときついと思うんですね、普通に。ポエトン使うか、使いますね、はい。で、まあ、でもこれはね、ダメージには繋がんないんですね。で、今こう飛ばしてもナイトあるんで、まあでも裏に飛ばしてキング起動されるのも嫌なんで、アイスイズかもしれない。まあナイトか。はい。一回こう様子見て、ふぅ、で、2勝なんで、これ真面目に僕ネタとかいらないんで。怖いよー！ラトさん怖いよー！で、これ飛ばしても、タルババで、こう、ただただ処理されるんで飛ばしません。ちょっと難しいですね。丁寧になりすぎてもあんま良くないですね。マジアチャでどんどん攻めていけるといいんですけど、こう、あんま防衛に入っちゃうと、あんま良くないですね。なんで、こういうところで今相手結構、でも墓石あるのか。で、ここで墓石で受けてくる読みの、こう取りに、うん？受けてくるよね、やっぱ。このコウモリもちょっとうざいと思うんだけど、このマジアチャで射抜きたかったっすね。まあまあまあ、落ち着いて。で、相手のスケートンラッシュに対しては、基本的にボムタワーで受けていきたいですね。はい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 。で、ベビーが一番厄介なんですよね。で、ベビーも、だからベビーいるときに攻めマジアチャあんましてくないですね。で、これ多分、あれなんですね。タルババ転がってくるんで。若干延命する。いや、ちょっとね、微妙だったかな。オッケー、そこで使ってくれるのはまあまあまあ。これちょっとあれっすね。ベビーの受けでボムタワー使って、オッケー。ちょっとね、溜まってきてるのは厄介ですね。ポイズンとか打たれるとちょっとやばい。ボムタワー爆破。危ねえ危ねえ。なんとか耐えるなんとかね。勝ちて、これ。で、これ一回逆っすね。一回逆も攻めて、これ結構左側狙いたいですね、僕的には。これ無視きた。
ウェブ飛ばしたことによって相手スキル打てない。攻め取るねか、これでもう一回攻め取るね。ちょっとやばいっすね。オッケーオッケー、耐える。オッケーオッケー。ふう、僕的に左っすね。相手の攻めてきたり逆サイドであれ使ったんで、ここで通る、これがきつい。墓石受け攻める。あ、待って、高すぎた。遅延効果入れない、邪魔すんの俺の。もう一回抜きたいけど、ワンチャン気づいてるから警戒してユニット出してくる。 OK、 だから一回出さない。これ一回捨てのウォールブレイカー、タイブレイカー来ましたね。ここっすね、次っす。回転で、回転でゴリル。さあ無言になってますけど YouTube 撮ってますよ僕ちゃんとね。やべえ、これちょっとやったかも。時間的に僕がこうダメージをこう稼げるだけで世界は変わる。いや願い、マジで勝ちたい。打たないで、スケル打つな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 、ポーズのやばい。勝った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 よ。待って、誰か勝ったよねこれ、褒めてよ。まべ目が痛えよ、目が痛えし、ちょっと待って、涙出てきたんだけど。単純に怒ったよね、これで負けて。ああ18か。まあ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 、なかなかやるよね君もっていう感じで。さあ来ましたねマジで。動画撮ってるとトロフィー上がんなこれマジで。一生動画撮ってようかなマジ。さあ67世界5位ですね。でもこうグロイチーと差がないんですよ。18ですね。で最低13絶対もらえるんで、2位には絶対なれるんですよ次勝ったら。18で同率なんで19ですね。19よ、19もくれないのこのゲームは本当に。まあね、ここで19もらえるかどうかはもう日頃の行いみたいなのがありますね。緊張しますけど、まあまあまあ、まあね、ちょっとボコボコにねしていきたいなと思います。さあかかってこい。いや、いけますよこれマジで。これはね、皆さんまたまた世界一来ますよこれ。キープできますよ全然。はい、いや頑張りたいな。これをシーズン終盤までね続けたらいいんですけど。簡単に言い過ぎなんですね。でもそれは本当に間違いなくこの、まあ、シーズン序盤っていうのもあるんですけど、こう後半になればなるほどいろんなこう上手いプレイヤーがこう取り上げますし、もう最終日とね前日だけで全然違うんですね。これ結構ガチで、こう前日のグローバルも10位とかと、こう最終日のこうグローバルも100位ぐらいが結構一緒ぐらい、なんかまあそんぐらい本当にちょっと持ってるかもなんですけど、もう言ったらそれぐらいこう最終日やばいんですよね。もうあの上手い人が何回もやってるとかあるんで、まあね、それはちょっとねちげえなってあるんですけど、まあまあここねちゃちゃっと勝ってグロイチ行きたいなと思います。はい、ふう、まあ、単純に今のはねもうちょっと綺麗に書いてましたね。攻めマジやっちゃおう、もっといっぱいやりたかったんですけど、まあやっぱ攻めますよ、できなかった点の、まあ、理由としてもっと左辺に振ってよかったですね。序盤からあっさり来ましたね。プロピーズジャイリーみたいな名前ですね。そう、ウォールブレイカー飛ばしてセパして、これ大事、これねできるだけでできあ、ペッカ工場苦手なんだよな俺マジ。ペッカすごい苦手なんですね僕。ペッカ苦手なんだけど、これ2発だ。オッケーオッケー、ペック2発で、これ飛ばしたら、あ、ザ・エレキか。エレキで踏まれるぐらいだ。でも、いや、優秀か。いや、これね、これね、言ったら勝てないことはない。全然勝てないことは、全然勝てないことはないんだけど、ちょっとテクニックがいって、
後半こうペッカ工場の形を作られるんですけど、やっぱこのボムタワーを壊すために橋のここの真ん中にここに交わってくるんですよ。だからこいつを読んでボムタワーを普段下なんですけど、たまにこう上にするんですよ2個。そうするとこう巻き込めるっていうね、そういうちょっとね、ちょっとおしゃなテクニックがあります。いやこれボムタワー置いて、いやこのマジックアーチャーが腐ってるのがね、正直すごい痛いですね。でここにまあなんか出るんだろうね、どうせ。これちょっとね、一回このボムタワー残すようで一回捨てて、爆破してもなんとかなると思うんだよね。バルキー殴られないでしょ。でこう交わってくるか、おめで使ったか、あるよね。まあこれぐらいなら共有しますか。焦って変にコスト使うのは良くないですね。でこれ左サイド、てか右サイド相手は攻めてきてるんで、僕は左サイドをこれから削っていきます。これ無視したら痛い。これ今ザップ持ってるから多分始め工事しましたね。コウモリとか来てもザップ打てばいいやっていう考えですね。安直な。で今オールブレイカーどうしても、ザップありますと。これね多分ペッカ使って結構やってるから結構いっていいと思うんですね。エレキ来てからオールブレイカーかな。でこんな感じで攻めていいですね。ザップ使った。で、OK、このエレキ無視して。ワンチャン釣れない？危ない危ない。マジアッチュ処理。お、しかも左なんかめっちゃ入ってる。なんで？なんで？なんで？気分いい。で、これ回して。あ、それはちょっとうめえ。あ、待って、やばい、ずれた。え、ちょっと待って待って、最悪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 。あぶね、あぶね、入る入る。マジで来るね。うわ、最悪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 。ちょっと待って、最悪最悪。え、ちょっと待って。ちょっと待って、最悪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 。うわ、待って、最悪。ちょっと待ってくれ、最悪だったけど、これミスった。なんで？モブタワーがずれた。モブタワーがずれた。なるほどね。面白いじゃないですか、ミスさん。まあ、そういうこともね、あるんだね。そう、僕もね、今の間、本当はね、5分前だと、今すげえ喜んでるプランだったんですね、もう。ああ。行かれましてね、というわけでね、なんと、今回はちょっと期待裏切る結果になりましたね。ちょっとね、正直勝ったと思った。正直勝ったと思ったんですけど、こんな負け方かいって感じでしたけど、いやー、ちょっとね、負けたらね、マジでこう、辛いんですけど、まあ、まあね、こういうことですよねって、やっぱ最後の、最後のこう、まあ甘えたと言いますか、こう、やっぱ集中しきれてなかったっていうわけじゃないんですけど、一瞬ね、こう、やっぱ、これは勝ったなっていう、こう、緩みがね、やっぱそういうところにね、出るんだなっていうね、ちょっと改めてね、思わされましたね、はい。なんで、まあね、またね、多分こういうね、動画が出ると思うんでね、ぜひね、そちらもね、見てもらえたら嬉しいかなと思います。次はね、またね、グロイチ行きたいなと思いますので、よければね、チャンネル登録と高評価もね、していただけると、ありがたいです。よろしくお願いします。コメントもね、ぜひぜひお願いします。では、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。